ヌクリレビシュビリは、ジョージア、クタイシ出身のサッカー選手。ポジションは GK。1987年、グルジアのクタイシにて生まれ、地元 FC、トルペドクタイシのアカデミーで育つ。2004年に、同クラブで、プロとしてのキャリアを始めた。2006年、グルジアの最優秀若手 GK に選ばれ、同年にロシアプレミアリーグ所属の FC ルビンカザーへ。 移籍するも、政治系のセルゲイ・リジコフからレギュラーをダッシュできず、2009年のシーズン終了後にルビンは契約更新を提示しなかったため退団した。2010年、プレミアリーグに昇格を果たした FC アンジマハチからに移籍をし、その年は14試合に出場。翌年にはクラブが買収され大型補強が実施されるがレギュラーとして出場。夏にはアンジに、 ウラジーミル・ガブロフが加入し、レビシュビリは FC クラスのダールへ移籍する予定であった。しかし PFC チェスカ・モスクワ所属のイゴール、アキンヘイフが負傷により長期離脱を余儀なくされた、ことから、ガブロフは、急遽チェスカ・モスクワへ半年間のレンタル移籍した。そのような経緯があり、クラブに泊まるが、2011年12月下旬、FC クラスのダールへ3年半の契約で移籍をした。 ジョージア代表としては、U-17、U-19、U-21 代表に招集され、2005年に A 代表デビューした。その後はクラブでの出場機会の少なさから、招集される頻度は減っていたが、暗示でレギュラーをつかみ始めた2010年以後は、コンスタントに招集されている。FC ルビン火山。ありがとうございます。